大韓民国ウォンは大韓民国の通貨単位。通称、韓国ウォン。韓国中央銀行である韓国銀行が発行する。製造は韓国造幣公社が行っている。北朝鮮ウォンと共通の事柄についてはウォンも参照。通貨保護の観点から国外への持ち出しを制限している。2002年のサッカーワールドカップを機に規制緩和され、それまで 韓国系銀行に限られていた日本国内での両替が郵便局や一部の銀行、両替諸島でも可能となった。日本では多くの外国効果と同様に効果が両替、不可能である。また、日本で両替を行うと、韓国で両替を行うよりも顧客にかなり不利な、為替レートになるのが通例である。ウォンは、マドカの挑戦を読みだが、公式には漢字表記をしない。 一方、元も朝鮮語読みでは、ウォンとなるが、漢字圏の人を相手にする人たちの間で稀に、ウォンを元と漢字表記するケースも見られる。ちなみに、韓国では、日本円はハングルで、と表記し、また、中華人民共和国の元は、と表記する。一方、中国語圏では、韓国ウォンを、反対字では、ハマドまたは、ハ元、モ対字では、元、または、 と表記する。大韓民国の歴史を通じて一つのウォンが使われていたわけではなく、旧ウォンファンシンウォンと2回のデノミネーションが行われている。第二次世界大戦が終わった1945年に朝鮮銀行は解体し、朝鮮半島にあった大日本帝国の資産は、米ソ軍政府に接収され、後に南の韓国銀行と北の朝鮮中央銀行に引き渡された。 アメリカ軍に接収された南側の朝鮮銀行は、1950年に韓国銀行が設立されるまでの間、日本統治下に引き続いて、最初の南朝鮮のウォンを発行した。ウォンの下には、補助単位としてチョンが置かれ、1ウォンは100チョンだった。1945年8月時点では1ウォンイコール1円に固定されていたが、1945年10月25、 ウォンイコール1ベドルとなり、以後は戦後のインフレーションの進行とともに切り下げが進んだ。朝鮮戦争中の1951年4月1日には、ついに1ドルイコール6000ウォンとなった。この時期、当初朝鮮銀行は大蔵省印刷局製造のウォン紙幣のみの発行を継続し、効果は日本統治下で通用していた一線効果が使われていた。 1946年発行の朝鮮、書籍印刷株式会社の印刷による10音及び100ウォン紙幣は日本統治時代の朝鮮銀行券と類似したデザインであったが日本を象徴する切り文に変わり、ムクゲの花に上部の紋章が変更された。1949年発行の5音及び10オン、紙幣は樹老人の肖像に代わり独立文の図案となった。 この時同時に後、10、50チョンなどの小額紙幣も発行された。1950年には、大韓民国の中央銀行として、韓国銀行が発足したが、直後に勃発した朝鮮戦争で、ソウルを占領した北朝鮮軍は、予備として保管してあった1000ウォン紙幣や100ウォン紙幣を使用し、大量に流出させた。韓国は新たに、 日本の印刷庁で製造された韓国銀行券千ウォン、100ウォン紙幣を発行し、記号により、正規に発行されたものと確認できる朝鮮銀行券と交換した。51年10月、韓国造幣公社が設立され、紙幣の国内製造が再開された。朝鮮戦争による荒廃で価値が下落した、旧大韓民国ウォンは、1953年2月15日に、 新通貨ファンが導入されたことで役割を終えた。109ウォンは1ファンと交換され、1ドルイコール60ファンとなった。未だ定額紙幣が流通していた朝鮮銀行券、及び日本で発行された一線効貨といった日本時代の残紙といえる通貨の流通は停止され、韓国銀行が発行した感謝幣だけが唯一の法定通貨となった。 合衆国政府印刷局が印刷した1ファン、5ファン、10ファン、100ファン、1000ファン各紙幣が流通し、1959年からはファン効果も発行された。1959年以降、韓国の紙幣や効果における漢字表記はなくなり、エイジュとハングルのみとなっている。ファンの下にも補助単位チョンが置かれ、1ファンは100チョンだった。ただし、 チョンの効果は発行されず、チョンが使われることはなかった。しかしファンも、李承晩大統領が独裁権力を振るう、第一共和国時代の政治と経済の混乱で、インフレーションが起こり、米ドルに対する価値が下がっていった。1960年には、大統領選挙での不正をきっかけに4月革命が起こり、第一共和国が倒され、第二共和国へ移行した。 政治や経済は不安定さを増し、1960年の秋以降、失業率や物価の上昇でインフレーションが急速に進み、1961年1月1日には1ドルイコール1000ファンに、2月2日には1ドルイコール1250ファンへと価値が急落した。1961年5月16日に起こった5.16軍事クーデターで、 第2共和国は倒され、牧政期少省が権力を握る国家再建最高会議が誕生した。この政権は経済再建と経済開発を優先し、翌1962年には第1次5カ年計画と通貨改革を実行に移した。1962年6月9日に新たな大韓民国ウォンが登場。 1>, 1ウォンは10ファンと交換され1ドルイコール125ウォンに固定された。補助単位はチョンであり1ウォンは100チョンとなったが、強チョンが実際に現金単位として使われることはない。この通貨改革によりようやくインフレーションは緩やかになった。1970年代前半は石油ショックの影響もあり、1972年と1974年にウォンが切り下げられた。 1980年1月12日には1ドルイコール580ウォンとなったが、同年2月27日には変動相場制への移行が始まった。アジア通貨危機の最中の1997年12月24日、国際通貨基金との合意により、完全変動相場制へと移ったが、その後ウォンの米ドルに対する価値は、わずかな間に半分に落ち込んでいる。 2006年から2007年にかけて、新デザインによる新紙幣が導入された。偽造防止のための新技術が盛り込まれ、サイズが小さくなった。長年に通っていた図柄を現代風に改め、紙幣の色彩が鮮やかになり、額面の文字と数字が大きな字で明るくはっきり見えるようになった。新シリーズは額面によって様々な偽造防止技術が導入されている。 5万ウォン紙幣は22種、1万ウォン紙幣は21種、5000ウォン紙幣は17種、1000ウォン紙幣は19種の偽造防止技術が入っている。偽造防止技術の例は、下記の通り。この他、2006年からのシリーズでは、漢字で、韓国銀行総裁に相当する、という四角形の印象が、表面に印刷されている。 1983年から2005年のシリーズの旧紙幣では漢字で総裁の印に相当するという赤色の印象が表面に印刷されているが日本の紙幣と異なり発見局長に相当する印象はない。それ以前の紙幣、高価とも1962年の新聞過後のものは有効。詳細は韓国銀行の HP を参照。 5万ウォン紙幣の発行長らく最高額紙幣が1万ウォンであったため、決済時に不便をもたらしていた。このため国民の間では、自己当て手表略して手表や、クレジットカードの使用頻度が高い。デノミネーション論や高額紙幣発行論がしばしば取り沙汰されていたが、インフレーション圧力になるとの批判が根強く、具体化に至っていなかった。しかしながら、 自己当てて表流通にかかるコストや、偽造小切手問題から、2006年初頭より、韓国政府は10万ウォン札を発行する方針で、具体的な検討に入り、2007年5月2日、韓国銀行が2009年上半期をめどに10万ウォンと5万ウォン紙幣を発行することを正式発表し、5万ウォン紙幣は、予定通り2009年6月23日に発行された。 10万本紙幣の発行断念しかし、10万本紙幣の図案に関して論争が起きを記載するか、否かの問題もあったが、表面の肖像に予定されていた独立指導者の緊急に関して、南北統一政府を主張して、李承晩らと確執を繰り広げたことから、最高額面の紙幣にふさわしい人物かどうかが、保守派から提起され激論となったことが大きい。 2009年1月22日、韓国銀行は10万ウォン紙幣発行推進計画を中止すると発表した。ただ、5万ウォン紙幣も日本円で4000円弱程度の価値でしかなく、今後再び10万ウォン紙幣の発行論議が再燃する可能性があるが、高額な買い物に対しては所得控除制度があるクレジットカード決済が当たり前であり、 工学紙幣が新規発行されるめどが立たない状況が続いている。2006年までは王道の10ウォン硬貨が発行されていたが、素材価値が高くなり、額面に見合わなくなったため現在の硬貨に改められた。1ウォン硬貨、5ウォン硬貨は現在では事実上流通していないが、現在でもミントセットのために細々と製造されている。 現金を伴わない取引では1オン単位で決済が行われるが、現金取引で10オン未満の波数が発生した場合、切り上げ、もしくは切り捨てられる。公式には、ペック制は採用していない。90年代後半以降、ドルや円に対して大きく変動してきている。IMF による韓国救済の克服以降、1円10オン程度で安定して推移していた。 2005年頃から急激なウォン高が始まり、2007年時点では約7.5ウォン近辺、その後の円高ドル安傾向もあって8ウォン台で推移していた。しかし2008年には1円イコール10ウォンの大台を突破した。同年9月末には世界金融危機の影響から韓国通貨危機が発生、12ウォン超えをし大幅なウォン安が起き、10月7日には ついに13ウォンを突破。その後は乱高下を繰り返しながら通過危機当時の1円、イコール14.85ウォン水準に日に日に近づいていたが、10月27日には売り値、買い値とも二十5ウォンを突破し、さらに12月5日には一時的ながら16ウォンにまで達し、2009年2月20日には再び16、ウォン台に突入、大円での史上最安値を更新した。 その後は日韓通貨スワップの導入により通貨危機前の水準に戻しつつある。日本銀行の時系列データにある外国為替市場テキストを元にした。現在のリンク先はこちら。ニューヨーク連邦準備銀行のフォーリーニエクスチェンジレイツヒストリカルサーチより500ウォン効果は日本の500円白動化と比べて重量が少し重いことを除き材質 形状が極めて類似していた。なおかつ、1999年当時、500ウォン硬貨は日本円でおよそ50円程度の価値であった。このため、1999年頃からドリルでくぼみをつけて500円硬貨と重量を合わせる加工が施された変造500ウォン硬貨が大量に韓国から日本に運び込まれ、日本全国の自動販売機や両替機で、 不正使用された。摘発された主な事件には次のようなものがある。1999年6月に不法滞在の中国人の男3人と日本人の男1人が日本各地の自動販売機で変造500ウォン硬果を使用していた容疑で富山県で逮捕された。男らが用いていた自動車から変造500ウォン硬果、約2000枚が発見され押収された。 当初は自動販売機の識別機能強化による対応が試みられたが、まさにいたちごっこの状態となり、自動販売機での500円硬貨の受け入れを中止する動きが広まった。結局2000年に日本の造幣局は抜本的な対策のため、材質を変更した上で、偽造防止対策を施した500円にッケルおどかを発行した。また、 自動販売機の多くで500円にっける王道家のみ、対応の自動販売機に切り替わった。その結果、日本国内の自動販売機嵐の発生件数は、2000年の6706件から2001年には1061件まで減少した。ありがとうございます。